誰かしら毒に似てるな。で、対戦相手はマジンブー。毒に似てる対戦相手ってやつか。この勝負どうなるんだろうな。これなら逃げたんじゃ。攻撃後の一瞬の隙を突く。どうと思っても真ん中できないぜ。味方のサポートで戦局はどう変わるのか楽しみだな。僕も混ぜてよ。次々繰り出される攻撃、これをしのぐことはできるのか。手数が多いだけじゃなく一撃一撃がすごく重いぞ。飛行隊だ。やられっぱなしじゃいられない。僕も混ぜてよ。反撃だ。これなんだ。こんなものか。両者一歩に譲らないな。実力発揮やつか。味方のサポートで戦局はどう変わるのか楽しみだな。そこだ。いっけ目玉だ。この勝負どうなっちまうんだ。やろうか。ここからこの勝負どう動くんだ。相手をしてやるよ。ここで味方からの宣言だ。こっちは力いくよ。よっしゃ。それてそこ勝つ。いけて上に吹っ飛ばした。少しでもダメージを抑えられているのか。それだけだ。ここで瞬間移動か。任せてください。僕も隙を作り出したな。味方のサポートで戦局はどう変わるのか楽しみだな。そこ上に吹っ飛ばした。そこ一気に間合いを詰めた。そこからの攻撃だ。よっ、はい。味方のサポートで戦局はどう変わるんだ。楽しみだな。倒れた。やるよ。ここからこの勝負どう動くんだ。俺が直々に相手をしてやる。後ろからの急襲だ。これはひとたまりもないぞ。ふざけ。ここで瞬間移動か。こっちだ。相手の隙に突き出したんだ。わずかに差が出てきたが、このまま素直に終わるわけないよな。そこだ。これはただの攻撃じゃない。攻めながら次を考えているんだ。後ろからの急襲だ。これは引き下がりもないぞ。一気に周りを詰めた。そこからの攻撃だ。攻撃後の一瞬の隙を突く。やろうと思ってもなかなかできないぜ。惜しげもなく技を披露している。これはすごいぞ。どうやらすごい奥の手を隠し持っているみたいだな。やつのような重心の痛恨の一撃を耐えきれるのか。細胞が小さ、せっかく勝ったんだからもう少し嬉しそうにしろよ。ゆっくり眠らせてやる。二度と起きれんようにな。ベジータ。